諏訪原城。諏訪原城は、東都海国灰原軍金谷、現在の静岡県島田市金谷にあった、戦国時代の日本の城、山城である。諏訪の原城とも書く。海の武田氏が築城。木内に諏訪大明神を祀ったことからこの名がついたとされる。徳川主時代の城名は、牧野城。家忠日記には、牧野城のほか牧野玄城とも記載。東照宮五味城。 徳川幹に、牧野の城、諏訪源を言うと記載。現在は建築物は残っていないものの、堀、車、前田出などの遺構が、はっきりと残り、戦国時代の武田氏、徳川氏の追記様式を知る上で貴重なものとなっている。国の史跡に指定されている。諏訪源城、牧野城は、東東海国の東端近くの牧野原台地の、絶上大地の先端部に立地する。 城のすぐ南を東海道が通り、東の金谷坂を下ると、大井川をまたいで、駿河国に入り、西の菊川坂を下ると、左与の中山を経由して掛川、現掛川市中心部を中心とした、やや広めの盆地部に出る。また、南に、牧野原大地を下ると、菊川下流域の平野部に出る。武田軍が、東東海、徳川領攻略の出城として築城し、 天正三年1575年には、武田氏と徳川氏で、激しい戦いが繰り広げられたが、同年8月落城、徳川氏の城となる。A62 年1569年、駿河、東東海を領していた今川氏が、武田氏と徳川氏に攻撃され滅亡し、駿河は武田氏に、東東海は徳川氏の所領となった。しかし、間もなく漁氏は争うようになり、 元気2年、1571年に、武田市当主、武田信玄は、東東海南東部の高天神城を攻撃した。この時は落城させることができず撤退したが、翌元気3年、1572年には、徳川市に大攻勢をかけ、二股城などの諸城を落城させ、さらに本拠地、浜松城から打って出た徳川市当主、徳川栄康を、三方ヶ原の戦いで破った。 翌元期四年四月、1573年5月、信玄は病死するものの、後目を継いだ、武田勝よりも、うと海の獲得を目論んだ。天正元年、1573年の諏訪玄城の築城もその一環であり、不審奉行、馬場信春、その補佐を武田信豊に命じ、東海道沿いの牧野原大地上に城を築かせたと言う。ただし、このことを資料が、 公用軍艦など広大に成立した資料のため、築城者については確定できないものの、この時期の築城は間違えないと考えられている、武徳編年修正には、A62 年、1569年に、金国城を築城したとあるが、この城が、諏訪現城と同一かどうかは断定できない。新元後期から勝頼期に建設された城郭の特徴である、大地の突端部を利用し、 戦闘正面を限定させる構造となっている。公衆流追記術の特徴である丸舞出し及び、三勝木彫りが三内市五箇所あり、マス型湖港古などの遺構も残る。城の三方は、大地の断崖となっており、前面の巨大な空堀がこの断崖へと続いている。小山城と共に、大井川西岸の防衛線及び、高天神城への補給線を確保する重要な拠点となった。 その後も勝頼は、東東海への攻勢を強め、天正2年、1574年には、主要拠点であった、高天神城も、武田氏の主中としている。ところが、天正3年、1575年5月、長篠の戦いで、武田軍が、小田徳川連合軍に大敗した。徳川家康は直ちに反抗に転じて、三河、 東東美の武田氏の各拠点の攻略に乗り出し、諏訪現城にも攻撃を仕掛けた。一ヶ月余りの攻防戦が繰り広げられたが、上主今福城関西が内死にし、残った城兵は、夜半に紛れて、田中城に逃亡して落城した。徳川氏が奪取した日時は、天正三年八月、日付は移動ありとされる。攻略後、徳川氏はこの城を拠点に、 武田勝頼軍の動向を監視、牽制を続け、ことに後天神城への大井川沿いの補給路を封じた、ことで戦いを有利に導いた。また、徳川氏は、武田氏の縄張りをそのまま引き継いだが、この時期に堀や丸馬田氏を、さらに増強、大手車なども築き、より東海道に近接した縄張りになったと考えられている。その後、天正十年、 1582年3月、武田氏が滅亡すると、牧野城の存在意義が薄れ、天正18年、1590年に廃城となった。明治維新を迎えると、元将軍の徳川義信が寸府に廃されると、義信を慕って随住した、旧幕臣たちが自活のために荒廃していた牧野城周辺に移住して、開墾し主に茶畑とした。現在も、一帯は、 茶畑となっているが、比較的保存状態が良く、大掛かりな掘りや車などが残っている。昭和29年、1954年1月30日、城石の一部が、静岡県の史跡に指定され、発掘調査を経て、昭和50年、1975年11月25日には、国の史跡に指定、平成14年。 2002年12月19日には一部区域が追加点を受けている。現在の史跡指定地は南北約580メートル、東西約1450メートル、約113000万3000メートルに及んでいる。平成29年2017年4月6日、続日本100名城146番に選定された。武田市の城主、城番は諸説あるが、 落城寺は、武田氏家臣、室が、小泉良氏が上主であったとされる。徳川家康は、諏訪玄城を手に入れると、上主ではなく、上中の常番、定番衆と呼ばれた、松平家忠、神太郎、東場上主、牧野康成、新次郎、牛久保上主など、を複数置く一方、別に交代で、守備や不審を担当する交代番の人々、牧野番と呼ばれ、最高野院。 孫九郎、西山城主、松平家忠、また八郎、福津城主、戸田康長、新六郎、二連目城主を定め、交代は、西郷市松平市戸田市の順でほぼ半年ごとに、約一ヶ月間務めた。この守備体制は、天正十年、1582年の会、武田氏滅亡まで継続された。天正三年8月に、諏訪現状が、 徳川方の手に入ると家康は喜び、古代中国の古事にちなんで、牧野城と古称を改めたとされる。すなわち、州の武王が、院の帝神、中央、牧野、牧野、中国の地名に破った古事により、州王朝から松平寿司親を、巣を守るに解消させ、また牧野な成の名字と古事を置きた、地名牧野がじていることから、縁起の良い名称として、 牧野城に改めたとされる、関西重州所家府家忠日記では、天正六年の東東海国牧屋城についての、堀武神の記述があるが、すでに、諏訪の春城という故障の記載はない。また、家忠日記では、牧野玄城記人、牧野城不審、牧野源不審できて、と記載あるため、牧野玄城とも故障していたようである。城山記談に、 松平忠治諏訪現状を守られることとして、諏訪の原の城を牧野の城と改めたとあるが、同時代史上の家肩田田日記に松平忠治が上司をした記述はなく、別の人物、牧野城に改名したという記述はない。牛窪記二書室、牛窪密談記、宮島伝記、三河国記記書き牧野家家氏では、概ね話のあらすじが同じで、 すは玄城を攻めて落城させた後、松平康氏親と、牧野馬之丞を城主に派遣し、守護させる。この時、徳川家康が、牧野氏の牧野と中国の古事に通じることから、牧野城、牧野玄城と改めたという。その後、天正七年、1579年まで守護したという。牧野家府では、松平康氏親と、牧野馬之丞と交代して守備し、 天正十二年、五百八十四年まで、牧野やすなが守るとある。また、中国の古事の牧野になぞらえて牧野と名付けたのは、俗説で誤りとしている。前室の家忠日記にある、松平仁太郎、西郷家院、松平家忠の牧野常磐については、一切触れていない。近年、諏訪現城では本丸をはじめ発掘調査が、進展している。現在、 2010年における成果として、武田市時代に利用したことが、確定可能な遺物が出ておらず、現在見ることができる縄張りは、徳川市である可能性が高い状況である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。